愛、感謝、情熱のタカムーです。突然ですが、皆さんは自分をどのくらい許せてますか？今日も仕事や学校を休んでしまったとか、今日も仕事でミスをしてしまったとか、自分はなんでこんなにダメなんだとか、なんでこんなことすらできないんだとか、何かと自分を責めている人は少なくないのではないでしょうか。僕が鬱だった頃に自分を許せない自分がいました。何かにつけて自分を責め続けている自分がいました。僕の経験上、真面目だったり神経質な人は割と自分に厳しくしている人が少なくない気がします。中には無意識に自分に厳しい方もいますよね。そこで今日は自分を許すということをつぶやきたいと思います。自分を許せるようになると、まずは現在の自分を素直に受け入れることができるようになります。そして周りの人も受け入れることができるようになる気がします。自分に厳しくしていると、案外周りの人にも当たり散らしたり批判したりしやすくなっているような気がします。また前回の鬱だと思ったら大切にしてほしい五線の中の潜在意識の話にもつながるのですが、自分を責め続けていると自然と自分はダメな人間なんだと潜在意識に働きかけてしまい、より一層深みにはまってしまう気がします。なのでまずは自分に優しくしてあげてください。あなたのことを誰よりも理解できるのはあなた自身です。仕事や学校を休んだ時はたっぷりと自分を癒してあげましょう。休みたいほど疲れてるんだね、休んでしまうほど頑張ってきたんだねと一番の理解者になり、休むことを責めるのではなく許しましょう。仮に休みが一日だけでなく何日も続いたとしても許しましょう。それだけ自分に負担をかけてきたんだと理解して、まずは自分の体のコンディションを整えることに集中しましょう。周りの人に自分のことを悪く言う人がいたとしても、それは気にもせず休みたい自分を許してあげてください。今回は休みのことについて特に語っていますが、自分を許す、そのこと自体は自分のありとあらゆる面を許してあげてください。決して自分から自分を否定することは極力やめましょう。休むことを許せるようになったり、いろいろ否定していた自分を許せる方向にシフトできると、だんだんと休まなくなってきますし、自分に厳しくなくなってくると、周りの人の批判をしていた自分がいなくなり、他人と共存しやすくなったり、ストレスが減ってくることもあります。とにかく自分は悪くない、調子が悪いんだから仕方ない、元気になったらいろいろやればよいと、今の自分を大切にしてみてください。もし余裕があれば、毎日自分を癒すための日記をつけてみてあげてください。寝る前に今日も一日よく頑張ったねとか、今日も体がつらい中
勇気を持って休んでくれてありがとうとか、自分の気持ちを受け入れてくれてありがとうなど、できれば自分を受け入れるような日記を書くと良いと思います。毎日書いているうちに、だんだんと許せる自分が登場する場面が増えてくると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。というわけで、今日は自分を許すについてつぶやきました。次回もいろいろ自分の経験談からつぶやきますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。